はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹を引っ込めるための骨盤のトレーニングになります。たったの30秒でできますんで、ぜひやってもらえたらと思います。以前ですね、腹筋をするよりも腹横筋を鍛えた方がお腹が引っ込むよって話をしたんですけども、それに加えて今回の動画はできればやってほしいです。というのもですね、骨盤がですね、前傾していると腹部のね、上部が出ないような姿勢になります。で、後傾していると、まあ、猫背になってしまいがちなんですけども、この猫背をね、しっかりまっすぐ保てれば、できればですね、骨盤が後傾しているぐらいの方がお腹は引っ込みます。ということで、今回は骨盤を前傾させたり後傾させたりする簡単なエクササイズになります。ではやっていきましょう。はい、ということで、この辺をね、移します。まず足は肩幅です。膝を少し曲げます。で、手は腰に当てた方がいいんですけども、ちょっとね、腰周り見えにくいと思うんで、まあ、タートルはね、手を上に上げてきますんで、この状態で一緒にやっていきましょう。まずですね、少し膝曲げて骨盤を前傾させます。ちょっとお尻を出して腰を反らします。これでまず骨盤が前傾です。こっからお腹を引っ込めながらお尻をぐーっと前に出して骨盤を後傾させます。これをだいたい2秒から3秒かけていきます。これを10回一緒にやっていきましょう。まず骨盤前傾から1 2 3 4 5。お腹をしっかり組んでください。はい、OK です。はい、お疲れでした。とっても簡単です。まあちょっと今ね、30秒よりも少し早かったかもしれないです。20秒ぐらいかもしれないですね。前傾から後傾まで。だいたい2秒ぐらいで1回やってたような感じなんで、まあ20秒から30秒かけてですね、お腹をしっかり引っ込めて、お尻を締めて、おへその穴を上を向けるっていうね、動きです。まあちょっとね、変な動きなんですけども、もう腰、とにかくね、こうからこう、こうからこう、このね、腰が反らしたところから腰を出す。反らして出すっていうね、まあ、簡単な動きになります。で、できればですね、この腰を反らした状態ではなくて、腰を出した状態で胸を張るっていうのがね、まあ、自然とね、姿勢のいい状態になりますんで、結構ね、骨盤が前傾している人多いです。お腹の力、あと、脊柱起立筋の力。その力がないとですね、まあ、あとバランスが悪いと、腰がね、反れて、お尻が出て、お腹が伸びてっていう変な姿勢になっちゃいますんで、まあ、今みたいに骨盤を前傾、後傾っていうのを繰り返して、できれば後傾して、お腹をね、引っ込めた状態で胸を張ったぐらいが、綺麗にまっすぐなってる姿勢ですんで、それを心がけてみてもらえたらと思います。たったのね、30秒。これ毎日やってもらうだけでですね、全然ね、骨盤がまっすぐになりますんで、ぜひ頑張ってみてもらえたらと思います。これはお腹を引っ込めたい人、そしてお尻をね、ちゃんと締めてちっちゃくしたい人におすすめなエクササイズになりますんで、よかったら頑張ってみてもらえたらと思います。よかったら説明欄のチャンネル登録やブログ、よかったら遊びに来てください。今日もご視聴ありがとうございました。コメントやグッドボタン待ってますんで、よろしくお願いします。